いい質問ですな、これは。非常にいい質問してくれました。今の質問は最も大事な質問です。第一、この問題について言わなきゃならんことはね、二つ、三つ、四つとありますが、第一に、ね、大商人さんのおそばで給仕が足りなかったんです。六老僧のうち。皆大商人様に服して、そうして南明法蓮華経ということを広めにかかりましたが、さ、おそばでね、本当の真実を聞く時間が少なかった。他のご老僧は、これが一つ。それから大商人様の仏法の生き方をおそばですっかり見ないからわからない。なぜかならば、第一番に大商人様のお世話そばしたのは、南明法蓮華経だけなの。そして、まず南明法蓮華経を言う前に、法華経を法華経とおっしゃっているんです。その、これを競争肝心と読むんです。競争の面において、皆、服したんです。なぜかな、その頃みんな学者なんです、それらは。それで、法華経ということは知ってるけども、南明法蓮華経の真実がまだわからない。大商人様、まず南明法蓮華経ということを染み込ましたんです。それから、佐渡へおいでになってから、ご本尊のご出現なんです。それから帰ってから、今度未来の我々に対して、階段の根底と、こう三つに分けていらっしゃるんです。そうなると、佐渡以後の本尊根底に対してですね、本尊根底で、前のご老僧は、わからないんですよ。ですから、ご本尊ってどれほどのものかということは、常在給仕と申しましてね、そばについて離れなかった五戒さん日光上人しかわからないんです。これ、唯一一人って言います。ただ一人しかわからない。私、この間も大阪で講義してきましたがね、そういう意味でね、今のように交通機関が発達しておりませんし、大商人様の祈祷の方法が、材木、本尊、階段のところ出てるんですから、みんな一遍大将に助かったと思う我々になれば、だけどなんだ、何名を聞いたことねえ人中相手にしてあんた教えるんですもん。せめて何名を俺に言うと分かっただけでも関心なんだもん。しかも地方在住の棟梁ですよ。ですから、何の法令に行けば覚えたわけでも。ご本尊覚えないしまったんだよ、ご老僧が。それをに、お母さん様をお叱り遊ばしてるんですよ。なんだと。何の法令が分かったら本当ご本尊が分からんわけないじゃないかと。ご本尊分からへんじゃないかと。とあの頃、天台のね、だから阿弥陀のようなね、儀式がありまして、死んだらね、そこに何か入れて同じにその、やるんです。阿弥陀さん一緒にくっつけてやるとか、大臣ぐらいくっつけてやるとか、そういうしきたりがあるんです、あの時に。ですから大商人さんがおっしゃることは、ご本尊をね、平気だもんと勘なんか入れちゃうんです。それで、ご会社さんもったいない。そういうことは。全部、ご本尊を集めろと。こういうご命令を出して、ご本尊を集めたんです。だから二の部なんか何もないわけなんだよ。二の部にある本尊はね、3,000円で荒ら仲間で買った本尊があるだけだよ。買ったんだよ、この間。だって、二の部に大商人の本尊があるわけがないんだよ。もったいなんかみんなその缶の中へ入れちゃうんだってなもん。ね。だから五老僧が本尊論がわからない。大目論はわかったんですよ。そこが34年の奥義なんだよ。今学会で34年なんてやかまいけど言ってるのはそこなんだ。ね。本尊論がわからない。だからご老僧がご解散のために叱られたんです。反対したんじゃないんですよ。ご老僧がご解散に叱られたと読まなきゃなんだ、あれは。ご認証はしようというのは。ましてや階段論なんかわかるわけがないじゃないか。階段論は今、まあ、そう言っては、ただの野郎、また、経験のようで言うと言われるかもしれませんけども、700年後にいて、多様性がまさに解決せずしてるじゃないかと。こういうわけならわかるだろう。